池内聡教授。中東問題でよく意見を述べている先生だ。その池内先生が飯山あかりちゃんの批判をした。飯山あかりたん、プリプリに怒っている。東京大学の教授にですね、池内聡さんという方が、その方がですね、日本保守党と、いかりちゃんに対する、飯山あかりに対する、暴言というんですかね、信用毀損、そういったことに該当するような、ポストを X にですね、返答しているのを、見ちゃったわけですね。でね、ここね、池内坊ですよ。ひかりちゃんに、お前単なるインフルエンサーだと。いや、単なるインフルエンサー。狂乱とか言ってんのこの人。人にね。狂って乱れてるっていう。言ってる場合はそれだけ。狂乱っていうね。狂って乱れる。しかもですよ。虚言癖をこじらせた。こいつはね、虚言癖だと。ひかりちゃんに対して虚言癖って言ってるの。問題はこっからなんですよ。このひかりちゃんのこと、お前は学者じゃない。お前は狂乱インフルエンサー、お前は虚言癖のインフルエンサーだって言ってる、この池内坊なんですけれども、面白い事実があるんですよ、実は。この池内聡という東京大学の教授は、博士号持ってないんですよ。修士しかないんですよ。博士号持ってないの、東大の教授になれるのって話じゃないですか。パレスチナ問題は、何十年も続き、込み入っていて、慎重に行きたい。でも、トランプの罪だけは、言わなくてはと思う。トランプは、エルサレムを、イスラエルの首都と認定し、米大使館を移転させた。トランプは、歴代の大統領とは、違うことを売り込み材料に使う。選挙の戦略が、第一の男だ。トランプは、口先じゃないと言って、大使館の移転を実行。2018年の中間選挙を有利に展開しようとしたのだ。トランプにあやかろうと考える安倍晋三、自分の意見など全くない男だ。安倍はネタニヤフと一緒に写真に収まり、俺は偉いんだとみんなに自慢した。こんなバカなことが続き、トランプ以降、アラブ世界の空気は劣悪。それが爆発したのが、2023年10月7日のハマスの攻撃。それでイスラエルは即ガザを空爆した。イスラエルの攻撃は国際法を違反して激烈になっている。ガザのシファ病院では新生児が何人も亡くなっている。見るのが辛い、ね。